先の衆院選で政党要件を失った日本の心にヒット商品が誕生している。残務整理の一環として党の公式ロゴマークココリンをデザインした公式ピンバッジを販売したところ、爆発的な売れ行きを見せたのだ。中野忠代表の事務所は完売寸前という想定外の事態と発送が追いつかない状況に悲鳴を上げている。中野忠代表の事務所関係者らが残務整理をする際、党本部の段ボール箱からピンバッジの在庫1200個が見つかった。一部を党本部で1個500円で売り始めると、予想外の手応え日本の心関係者があったため、フリーマーケットアプリメルカリや郵便小為替でも販売すると、あっという間に完売した。党のホームページを通じたネット通販も開始したが、ここでも用意した600個が24時間で完売。在庫1200個のうち、これまで契約1000個が売れた。中野事務所関係者は、好調な売れ行きの理由について、明確にはわからないが、買っていただいた皆さんからは、引き続き、日本の心を応援したいという声をいただいていると語る。衆院選で自主憲法制定などを訴え、森友・加計問題の追及に終始する野党に対して真っ向から批判する中野氏の主張に、ネットを中心に多くの賛同者が集まったことも背景にあるようだ。ただ、悩みどころは党は小所帯なので発送作業が追いつかないこと。現在は注文を断っている状況で、ネット上ではどうすれば買えるのという声が寄せられている。注文再開の待望論も高まるが、もう少し時間がかかりそうだ。中野事務所関係者は、近く追加販売できるかもしれませんが、何分発送作業を一人でやっているものでと語っている。日本の心は衆院選で比例代表の東北と東京の両ブロックに新人格一人を擁立したが、いずれも落選し、所属国会議員は中野氏一人となった。政党交付金を受け取れる政党助成法上の政党を維持するには、比例得票率が全国で 2% 以上の確保が不可欠だったが、0.15% にとどまり、政党要件を変えた。